こんなことに。中庭で史跡と特待生が決闘だってよ。面白そう。これもしかして止められる。私が代表挨拶をするはずだった。その晴れ舞台を怪我した罪は万死に値する。アスモデウス・アリス、火炎系魔術を得意とする悪魔。晴れ舞台を怪我された私には君が優秀な悪魔なのか確かめる権利がある。なあ。楽しんでる。さあ、私よりも実力が上だということを証明してみせろ。その身をもって。さすがアスモデウス、火球をあんなに操れる新入生はいねえよ。すげえけど、全然当たってなくね。まあ、ちょっと落ち着いて。うわあ、このうわっ、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 あ、当たらない。約20分間、イルマは攻撃を避け続けていた。貴様、なぜ当たらない。すみません、すみません。なぜそんなことが可能だったかといえば、彼が不幸だったからである。アホな親に修羅場を連れ回された経験から、危ない、怖い、痛そうというものを避けることに関して彼は達人的であった。今だ、早く謝ろう。攻撃力ゼロ、守備力は無限大、その能力、名付けるならば圧倒的危機回避能力。イルマすげえな。え、まだ一回も攻撃してないぜ。え、手を出すまでもないってこと。はあ、私など攻撃するに値しないということか。